にちは。今週も大沢桃子チャンネルの時間がやってまいりました。演歌歌手の大沢桃子です。皆さんどうですか？おかわりないですか？どうもありがとうございます。声が聞こえてきたような気がします。お正月気分も一段落といったところでしょうか。まあそうは言ってもね、もしかしたらこうやっぱりね、お仕事によっては今からこれからがねお正月休みっていう方もいらっしゃいますよね。皆さんそれぞれに今年はどんな年の始めを迎えられたでしょうか。ちなみに私はと言いますと、そうなんです、ふるさとでちょこっとお正月を過ごすことができました。はい、それを話すとオープニングでは時間が足りないので、後ほどゆっくりお話ししたいと思います。それではですね、皆さんと一緒に今回もゆったりのんびり確実に私の独り言に、お付き合いいただきたいなと思います。では皆さん最後までご覧くださいね。よろしくお願いします。ネットテレビアートハートチャンネル、通称アーチャ、毎月第1、第3土曜は私大沢桃子が担当させていただいております。大沢桃子チャンネル、桃ちゃんということで、そしてこの番組、ラジオの方でも、ラジオ版アートハートクラブと連携して放送しております。私大沢桃子も、毎月第1、第3土曜の夜7時、大沢桃子のアートハートクラブ、ラジオ版ももちゃんは埼玉県朝霞市のコミュニティ FM クローバーラジオより放送しておりますが、パソコン、スマホからでも、だとどっからでもね、聞けますので、アートハートクラブのホームページに入ればワンクリックで聞けるようになっています。またスマホの場合はリスラジの無料アプリを取得してください。そうしますと、ラジオ版土曜夜7時と、このネットテレビのももちゃんと合わせてお楽しみいただけます。またぜひお付き合いください。ということで、今年2回目、まあお正月ね、皆さんどんな風に過ごされたんでしょうか。私はね、1月ね、3日、まあ、番組でも言ってましたけども、1月の3日の日に、ふるさと大船渡の盛りという町にあるショッピングセンターがあるんですよ。サンリアっていうね、南三陸ショッピングセンター、サンリアっていうんですけどもね、そう、私はもうデパートだと思って、大船渡といえばマンヤとサンリア、デパート。日曜日になるとお母さんデパート行こうデパート行こうつって、見事にデパートじゃなかったっていうのは東京来てからショッピングセンターですね。だってね、エスカレーターがついているとかエレベーターがついているというだけでも百貨店ってイコールデパート、なんかそんな風なイメージでいるじゃないですか、田舎にいると。なのでもうサンリア行けるとかね、マイヤ行けるって言うとすごいテンション上がったっていうね。そのサンリアで昨年に続いて、だから2年連続ね、初売りのイベントで歌わせてもらったんですよね。去年はね、1月の5日だったかな、今回は1月3日という形でね。で、やっぱり年末年始ってすごいやっぱ帰省の時期ですので、渋滞っていうのはこれつきものじゃないですか。皆さんどうでした？大丈夫でしたね？大丈夫って言っても行くんですけどもね、結構ね、この道路事情だったり、まあ、新幹線とか空ね、私は車、事務所の車で移動してるわけなんですけども、ああじゃあね、やっぱね、道路混むだろうなって、去年も混んだんで、じゃあ前の日にも行きましょうってことになって、だから1月の2日ですよね、結構朝早くも立って、それでね、東北自動車道、自動車道って全然自動車道、あ、私まだ言えないんですよ、早口、あのね、
老若にゃんにょって老若にゃんにょってなって、あとね、あれも言えないの今、キャリーパンパンも言えない、未だに言えない、キャリーパンパンになっちゃう。まあそれは置いといて、東北自動車道ではなく、あの常磐道の方から三陸道の方をね、今回も行ったんですよ。この道路いいですよ。でもあんまり言うとなんか人気になっちゃって混むの嫌だから言いたくないんですけど、今もだいぶもうかなりもう、あと気仙沼のところの一部区間がまだちょっとね工事中なんですけど、そこをつながっちゃうと、もう本当に大船渡行くまで、もう日本の中心を大船渡で考えてるみたいな感じの発言ですけど、本当に、いや今までねすっごい言われたんですよ。この沿岸まで行くこの横の道路、例えば新幹線で一ノ関まで行って、そこから大船渡行くまではまたね JR 大船渡線って、こういう風に、それもすごいいいんですよ。のんびりした旅で、旅のこうまたそれも良さっていうのもあるんですけど、やっぱ目的があってパッと行きたい時なんかね、確かに沿岸まで不便だなーっていうのがあったんですけど、それがこの三陸道で行くと、もう本当にね、仙台大船とかもすごい近くなりましたしね。なのでもうね、全部つながるとすごいいいなって、そっから先も釜石とかもう全部ね、都の方まで沿岸ね、岩手つながりましたんでね、いやいや便利になりましたよ。三陸鉄道もまだだよ。北の方がね、台風19号でね、まだちょっとね、全線動くっていう形にはなってないんですけども、そんなわけで今回まあまたその三陸道を使いながら行って、すごくね、ところ早かったですよ。着いたのが何時間だろう、6時間もかかんないで行ったかもしれないくらい。え、それ遠いじゃないかって思われる方もいるかもしれないですけど、そんなことないですよ。結構、うん、そう、早く着いて、わーっと渋滞することもなく、なんかとにかく近く、あ、そうそう、私、年末に、ラジオチャリティーミュージックソン、日本放送金ステーションにね、全国ネットで、その、なんかね、他の地域ではミュージックソンって言うんだって。ラジオチャリティーミュージックソンだからミュージックソン。なぜか岩手ではずっと昔からラジソン、ラジソンってこう言ってたんですけど、略すとかがちょっと違う他の県とね。そのラジソンに今年もメインラン、去年か、メインランナーの役目をいただいて、私も募金活動参加させてもらって、で、メインゲストはもうほんと、この方、俳優の村上弘明さんがね、昨年も勤められて、そう一緒だったの。私、いつもは、村上さんは出身地の陸前高田からスタートするんですけど、私は大船渡からすぐ隣のね、大船渡からスタートするっていう、それが今回は、同じく陸前高田からスタートして、で、私はいつもと同じように、陸前高田から沿岸、三陸沿岸をそれこそ、皆さんが知っている三陸鉄道をね、もう北上するように岩手、こう北へ北へと登っていくっていう、それをラジオカー東梁線号に乗って、IBC アナウンサーの村上は俳優さんだった。違う違う。神山ひろきアナと一緒に、旅をするっていう流れだったんですけれども、いやー、この時もね、村上さんにもスタートする前にお会いして、まあ、実際には私が追いかけてたんですけど、歩いていく村上さんが見えたんで、わーって言って、わー、今年もよろしくお願いしますって言いながら、で、スタートする前に写真も一緒に撮ってもらいながら、おー、寒いけど頑張ろうね、みたいな、そんな声もかけていただきつつ、私は陸前高田のアバッセ高田っていうとこからスタートしたんですよ。アバッセ。アバッセ高田。これね、新しくできた商店街。そんな陸前高田の、かさ上げをね、街の中を、やっぱり、津波の後ね、もう今までね、本当に長い年月をかけてね、ずっとかさ上げ工事を行ってたんですよ。どれくらい高くしたんですかね。その街全体がもう高くなって、高さが高くなってね。で、そこに、アバッセ高田、この商店街ができていて、で、いろんなこう、お店があるんですけども、その中に、その、募金、
をするその愛の泉をね設けてまして、そこから私スタートしたんですけど、まあスタートする時もね、さ、あの皆さん、地元の皆さん来てくださって、ももちゃん頑張ってねとか、懐かしい皆さんの顔にもあったり、そうそうそう、いろいろ、いや、なんかな、思い出しちゃったな。そうそうそう。あのね、木更津に住んでる人がいて、木更津に。で、あの、いつも、そうそう、芝のね、木更津に。で、あの、出身は陸前高田だったんですけども、あの、建設会社をされてて、ずっとあの、もう、木更津に住んでて、でも私が何かするときには応援でよく見に来てくださってね、東京でとか何か千葉でやるとか言うと。で、その、あの、ご夫婦の方が、高田の合わせ高田にいたんですよ。なんと、あの、帰ってきたって、なんて言うんでしたっけ？ U ターン。引っ越し。そうなんですって。それで今陸前高田で暮らしていて、いやー、ももちゃん、高田に帰ってきてーって。どうですか、どう、やっぱりいいでしょう地元はって言ったらね、体調も良くなったってやっぱりついてた。やっぱ高田で、でこう新しくなった町でね、で今も暮らされていて、だからそういうね、あのこう地元で会いながらまたこう U ターンして新しくねなったこの高田で暮らされてる方の声とかもねもらって、ああ私もやっぱ地元の力に少しでもなりたいなとか思いながら、こう沿岸をね、そうそう、改めて、あの時もね、来てくださった皆さんありがとうございますね。私、どこで募金したって一緒なのにね、わざわざ私が通るルートに募金しに来てくださった方もいてね、本当にいろんな話を聞かせてもらいました。いや、津波でも大変だったけど、台風19号でもまだ大変だったんだよっていう方の声とかもね、いろいろありながら、そんな思いを年末にいただいて、さあ頑張ろう。スタートは1月3日、そのサンリアのステージの上でした。いやー、あのサンリアってあの2階建てなんですけどもね、であのその1階吹き抜けになってるから、1階の会場とあと2階のところ にも吹き抜けになってるところにもこう見てもらえるスペースがぐるっとあってね、でそこびっしりもう皆さん集まっててくださって、いやー嬉しいなーと思って、であの一部のステージだから午前中とそれから午後と2回のステージがあったんですけども、いやー皆さん来てくるかなーと思ったらもういっぱいで、であったかい拍手で、いやーこれね感激したのはね、あの大船渡だけじゃなくって岩手県内、もう内陸ね、盛岡だ、奥州市だ、一ノ関だって、まあ他の県の方はどこだかわかんないかもしれませんが、まあ要するに、大船渡だけじゃない、岩手県内から、あるいはね、県外からも来てくれましたよ。嬉しいですね。もうね、そうそう、車でそれこそ8時間かけてきましたとかいう方もいらっしゃったりね。いやー、わざわざね、お正月に、なんていうの、何が何で大船渡までっていうような、いや、私も本当にふるさとの一人としてね、いやー、来てくださってありがとうございますっていう、そういう思いになって。で、そのステージで、年半の明けなの、あの、明けなので、私にとっても歌い初めになりますし、そしてまたふるさとでのステージっていうことで、もう友情出演で、あの、声かけたんです。かけさせてもらってね、もしよかったらお正月あの私歌うんで、あの踊ってもらえませんかって言って声かけたら、心よくあの踊りのね団体の方々もあの華やかな舞踊の花をねあの添えてもらって、ショッピングセンターのね、まあ、限られたステージあのスペースなんですけど、そこにねもう本当に綺麗にね、聞いたらわざわざ美容室に行って髪を言ってっていうね、私よりもお金をかけたスタイルにね、なられてましたけども、本当にね、そうやって踊りでも花を添えてもらって、皆さんにいっぱい来てもらって、それでね、ステージもやっぱ正月飾りになってるわけですよ。で、そのステージ脇のこうちょっとしたテントができてて、控え室がね、そっから、それでは地元大船渡出身のみたいなアナウンスをサンリアのね方がしてくださって、演歌の女神大沢桃子さんにみたいな、そのキャッチコピー去年できたばっかりなんだよなとか思いながら、でファーって皆さんの拍手があって、ファーって明けましておめでとうございますみたいな感じでステージ登場して、そしたらここにあのなんていうの、正月の餅あるじゃないですか、あれ大船渡岩手だけじゃないですよね、きっと木の枝にこう餅を飾んない、やんない、
あれ岩手だけ？あれなんて言うんだっけ、名前あったんですけど、よくあるんですよ。その木のこう枝あるじゃないですか。そこにこうお花みたいにちっちゃい団子にした餅をこうピンクちょっと色つけた餅を、紅白の餅を飾るの。やんない？やんないって言われちゃったな。それがここに飾ってあったわけですよ。いわゆるこういう感じのにこう刺さった、映ってないけどね。うん、それなんだけど、それがたまたまこう出る頭の位置にあって、それを午前のステージも午後のステージも2回ともなんですけども、私も学習すればいいのに、1回目出た時、それがこう私の頭に刺さる感じになったわけですよ。うん、だから2回目も学習すればよかったんですけどもね、2回とも見事に頭をこうぶつけながら出ましてね、かんざしそんな感じで、でまあ嬉しい年の初め歌い初めのステージスタートを切らせていただきました。ということで、そのふるさとで私1月の2日一泊二日のふるさとでのお正月過ごさせてもらいました。本家に行って、仏様をこう拝んできたりもできましたし、あと、妹とか母とかとも夜ね、妹夫婦とかともね、本当、考えてみたら、お正月にみんなで過ごすのってデビューしてから初めて。今までほら、浅香光代先生の新春公演がちょうどお正月にずっとあったので、お正月っていうと先生の舞台。先生の舞台が終わってからも何かというとお正月ね、いろんなステージ呼んでいただいたりとかしたんで、もうそう思うとね、本当に2020年の、スタートを切らしてもらって、それでね、実家に泊まるじゃないですか。で夜寝るときに、うちの実家って布団がね重いの、すっごい重くて、それをいつもお母さんに言ってて、お母さんこの布団なんとかしてほしいなって思ったんですけど、でもなんかお母さんは多分重い布団が好きなんでしょうね。重い布団プラス、でもまあ私もね、あんまり布団が重いってクレーム言うのも悪いしなと思って、重いプラス寒いんですよ、うちの実家で。暖房、そのエアコンとかじゃないから、本当にストーブだけのお家なんで、で寝る部屋はね、そのストーブもないので、一応電気式布的なのあるんですけども、まあそれはそれとして、ここはあったかいんだけど、顔が寒いわけですよ、要するに。鼻とか冷たくなっちゃうぐらい寒いんですよ。で、重いプラス寒いっていうので、私正月怖い夢を見まして、お母さんに、ちょっと、可愛くないことをちょっと言ってきて、もうお母さん嫌だみたいな感じで言って、わかったわかった、布団なんとかするからと言ってましたけれども。まあ何より、本当にね、嬉しい年の初め、ふるさとからスタートさせていただきました。え？いや、なんでし、あ、そうそうそう。ブログ見た人はわかってるよね。うちの実家、なんか、皆さんからこういただいたものとかを全部母の家に、実家にこう展示したり、皆さんからもらったもの、とにかくね、写真とかもお母さんが狭い家にさらにびっしり飾るもんだから、一見見ると、これって乱れてるの？いや、とんでもないです。乱れてるんじゃなくて、こう、展示してるんですよ。そうそう。それはちょこっとね、ブログにもアップしたんですけども、まあ、興味ある方は見ていただければいいと思うんですけども、まあ、そんなわけで、こう、まあ、愛情のね、私は展示だと思っているんですけども、一応地震で倒れないように母なりに工夫して、こうそこは並べていると言ってましたね。まあそんな実家でスタートし、さあ皆さんにここで歌の方もね、お楽しみいただきながら、今回あれですよね、50回目、節目の50回、わあなんか嬉しい、もう50回もお送りしてんの、何喋ってきたんでしょうね今までね、すごい2年、ああ、皆さんお付き合いいただいて嬉しい。じゃあ、去年のね、もう言ってみたら先月の新しい映像をね、お送りしましょうか。去年の浅草、12月3日、先月の浅草ビューホテルでのディナーショーのステージの中から、この2曲をお送りしたいと思います。かかし、そして風の丘を、CM の後お楽しみいただきます。大沢桃子です。バンドスーパーピンクパンサーとして2020年は鎌倉からスタートします。3月15日日曜日、鎌倉パークホテルにて、大沢桃子スーパーピンクパンサーエレキで演歌ランチライブ in 鎌倉。
ぜひぜひ美味しいランチを皆さんに召し上がっていただきながら、スーパーピンクパンサーの迫力のある演奏でたっぷり楽しんでいただきます。皆さんと一緒に春の鎌倉のステージ、楽しいひとときを過ごしたいなと思っています。チケットのお問い合わせは電話番号 03-5830-7118 03-5830-7118 桃の会までお気軽にお問い合わせください。皆さんのお越しを心よりお待ちしています。相馬清です。笛引き桃香です。アートハートクラブ、毎月第2第4土曜日の7時から放送中です。ぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。今度いつか
第50回目の今回は、先月ですね、浅草ビューホテルで開催しました大沢桃子スーパーピンクパンサー駅伝かクリスマスディナーショーの中から、かかし、それから風の丘、こちらをお送りいたしました。いかがだったでしょうか。当日ね、あ、見に来たっていう方ね、あるいはあ、こんな感じだったんだって来てない買った皆さんにも雰囲気が伝わったら嬉しいなと思いますが、なんとこの番組で、あ、すごい、いやいや、何何って今天からの声が聞こえてきましたが、もうね、番組を代表してカラオケで歌ってくださってるんだって、それでよ、自慢されちゃった。91点、すごい。風の丘ねえ、難しいでしょ、風の丘。密かに、いや、結構あの曲って、だって前半結構なんていうの、感情も込めながら語っていってからのサビだから。そうで、最後ヤイの山が来るしね。いやー、よ、すごい、91点、もうぜひぜひ自慢してください。今でも番組見てる方の中でもね、あ、自分も90点台いってるっていう方もね、いるかもしれない。ぜひぜひ皆さん。なんか言ったよりは。さあ、それでは嬉しいといえば、皆さんからのお便りメッセージもいただいてますんで、いただいた、頂戴したメッセージをすべてご紹介させていただきますので、その中から今回は、昨年の時点でね、いただいていった、しかも、こういった手紙的な、手紙的じゃない、手紙だ。おー、すごいね。そう、こちらの話ですよ、今ね。そう、じゃあちょっと順番に、ご紹介させていただきますね。もう先月の12月の時点でね、いただいてましたので、常連さんチームでね、いただいております。ということで、岐阜県から、カニのこうちゃんから、いつもありがとうございます。いただいてますよ。すごいな。ご挨拶が。そう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 。書き出しがすごいですね。ボンジュール桃子様って書いてありますけどもね、何があったんでしょうかね。今年、締めくくりの放送、そういうか、去年いただいてますからね、一年を通して、振り返ると随分各地の応援に、あ、そうかそうか、いろんなところに来てくださったからね、そういう応援の一年でした、一年応援の旅路、いろんなところへ行きましたということで、おー、数えること、すごいですね。キャンペーンの応援は56回来てくださった。それにコンサート、ライブ、イベント会場に25回、すごいですね。そんなにと思うくらいももちゃんに会えました。1ヶ月に7日くらいは行った計算になるかな。わあ、さあ、そうですね、トータル平均するとね、応援部門ギネス1位に登録認定になりますかっていう、いやいやいや、本当にすごい、すごいと、すごいっていうか、私は感謝、感謝の一言です、本当に。今年は本当にいい思い出が多い年、応援ができました、非常に喜ばしい限りです。新しい年も本年以上に応援に駆けつけます。新曲とともに、来年こそ夢の夢がまさ夢になるよう、紅白初出場大沢桃子さんのテロップがテレビで見えますよう応援していますので、ということで、それから追伸ということでね、お誕生日おめでとうございます。そう、12月22日でしたからね、来る年はネズミのようにちょろちょろと頑張ってください。ネズミ年、今年ね、はい、頑張るでちゅーとか言いながらね、開演しましたね、ありがとうございます。いやーす、本当にね、私嬉しくなっちゃうのがね、あと皆さんキャンペーンってやっぱり結構ね、各地いろんなところにね、それこそね、なんて言うんだろう、今ね、皆さん、見てくださってる皆さんのね、地域にもね、ぜひぜひ行かせていただきたいっていう思いでいるんですよ。ただ本当にね、この、行けるっていうのはやっぱ広いですからね、場所も呼んでもらわないとなかなかね、こうね、そういう意味では、こう、呼んでくださるレコード店さんだったりね、それこそ、ショッピングセンターのステージであったり、あるいはカラオケ教室であったりとかね、うん、それから、
カラオケサークル発表会とかいろんな場所をね声かけていただいたところに本当に読んでいってこちらから出向いてね、いろんな場所で歌わせていただいています。そうするともう本当にね1回のみならずこうしてねカニのこうちゃんのようにもうまた来たよまた来たよってねあるいは CD もね持ってるだろうにねキャンペーンでね応援しようっていうことで本当に何回も足を運んでくださる方あるいはコンサートね皆さんそれぞれ本当に足を運んでもらって感謝感謝そのおかげで私今年もこうやって頑張っていられるわけでさあそれではまたまたを先ほどね封を開けさせてもらいましてこちらもいただきました愛知県からねいただきましたねネームがないから岩松さんもうお読みしちゃっていいかないつもありがとうございます開けましあそうか去年の時点でいただいててもちゃんと開けましておめでとうございました手紙を開けておめでそうんでもさっきはそう12月になってるね、48回の放送でどの曲からももちゃんを知ったかという話が出ていました。あそうそうそうお便りいただいててねどの曲からももちゃんを知ったかっていうのをももちゃん気になりませんかその応援してくださる方がっていう中でそう気になりますって私言いました。すっごい気になる。それで僕の場合は CBC ラジオの、演歌ベスト10。そうなんですよ。CBC ラジオで演歌ベスト10。私もね、番組スタジオにね、お邪魔させていただいたりね、してますけども。そう。さゆりんさんがね、やってて。さゆりんさん。そうそう。今、聞いてる方だけが分かってる感じですけどね。ですね、うん、そうそうそう。いや、今、答えちゃった。こっち行きます。はい。今は、火曜ベスト10というね、ゲストコメンテーターで出演して、あ、石割桜を出した時からだったんだって。わー。すごい。今では上演節から、これからもごひいきにまで全曲覚えました。ありがとうございます。すごいですね。もうデビュー前の曲から、最新曲までっていうね。それから、懸賞と宝くじの話も出ていましたね。うん、しました。ちなみに検証は音楽雑誌のカラオケファンで、ももちゃんの2014年ポスターカレンダーが当たったことがあります。おー、すごいですね。そうそうそう。カラオケ誌のね、企画で、そうそう、プレゼントありました。全国で5名なので、まさか当たるとは思っていなかったので、とても嬉しかったです。いやー、すごいですね。当たってこちらも嬉しい。宝くじですが、スクラッチと地方くじで1回ずつ1万円が当たりました。いや、すごいじゃないですか。スクラッチってこういうやつですよね。スクラッチ。削るやつね。そう。あ、地方くじっていうのもあるのか。あ、そうそう。あるよね。あるある。ね。スクラッチ、うん。地域でやってるやつ。あ、買ったことない。やったら当たる。すごいよ。だって1枚当たっちゃうんだもん。すごい。どうしよう今年そういう女になったら怖いよね毎月買ってえ私この間当たったっていうのは藤っ子でホタテの貝柱が当たったっていうやつあと人からいただいた応援してくださる方からいただいた宝くじで当たったっていうやつ2枚そうそうそう当たったよでもそういうお金はすぐに消えていきますねだそうとも言う。そう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 。でも嬉しいよね。ですね。やはり地道にコツコツ働くのが一番ですね。はい、頑張ります。僕は自営業で一人なので、マイペースで働けるから気楽ですけど。あ、いいですね。やっぱりね、お仕事をするってね、大事ですよね。言い訳になりますけど、11月29日を12月29日と間違ったのは、11月1日から12月29日まで休日がなかったせいにします。あ、休みなくて働いたの。すごくないですか？うわぁ、すごい。頑張ってお仕事されてるから、やっぱりコツコツ。絶対いいことありますよね。それでは本年も会いに行きますけど、よろしくお願いいたしますって。いや、こちらこそ、嬉しいね。本当に本当に。私の初めからね、ありがとうございます。岩本さん、引き続き本年もこちらこそということで、よろしくお願いいたします。それではですね、続いて、こちらは、うん。え、当たったの？競馬？なんと、番組情報で、はい。
91点カラオケで出しただけでなく、鍵盤が当たって8万円 ?8 万3000円わー、それは何花、すごいね。そういう人金牌金牌って何賞レースわしゃ、お正月最初のレースだ。わ、いいことあるんじゃないですか今年。どうする？じゃあ私たちも服のお裾分け。私たちって言って、ここで言っちゃった。さあ、じゃあなんかいいことありそうな、この雰囲気の中で、頑張ろう。じゃあ、今度はね、西ちゃんからいただいちゃいました。じゃあ埼玉県西ちゃんからいつもありがとうございます。演歌の女神様ももちゃん、明けましておめでとうございます。あ、ちゃんとも皆さんそうやって書いて、あ、そうか、12月30日にね、出してくださってるから、到着が2020年お、そうなんですよね。今は中村つばきで仕事中ですか？期待しています。ところでももちゃんは初詣に行きますか？私は毎年家の近くの野球稲荷神社で初詣をしています。わ、野球稲荷神社、難しい字を書くんだ。この神社、写真を入れておきましたが、ももちゃんの幸せ恋恋の歌詞のように、赤い鳥居に石畳、引いてみましょうか、おみくじを、そんな神社です。そしてこの神社、勝負に強い、お、芸道向上の神様なのです。江戸時代に七代團十郎さんがこの神社で、新春興行の成功を祈願したところ、お客様が大入り満員、大成功を収めたのです。そのため團十郎さん、この神社に石を送ったんですって。寄進したのです。ももちゃんも近くを通ることがありましたら、ぜひヒット祈願をしてみたらどうでしょうか。野球と野球をかけて、西武ライオンズや野球少年たちも、ご祈願に来られますよ。2019年は近くの友達の家が台風により2階まで浸水し、後片付けが大変でした。でもその後、エルミコーノスでももちゃんの歌で元気づけられました。まあ嬉しい。これからも歌で世間を明るく、世の中を明るく、みんなを元気づけてください。スタッフの皆様もサポートよろしくお願いします。応援しています。ということで。わあ。東松山。お近くの方。関東。そうそうそう。写真がね、こういう感じでね、プリントしてきていただいた。あ、でも本当なんかこう、神社っていうね。いい、とっても素敵な雰囲気で。へえ。そうなんですね。芸道向上の神様、行かなきゃいけない。じゃあ、近く行きます。近く行ったら、ぜひぜひ。ねえ、そう聞いたら行かない手はない。もう、わらをもすがる思いでやっている歌い手ですね。そう。え？あ、そうなの？群馬に近いって、どちらかといえば、ほうほうほう、すごい。でもいい情報をいただきましたね。でもそういうなんか、いいパワースポット的なのってこととか、験担ぎとか、やっぱりやらないよりはやった方がいいし、っていうの、なんかそういうのすがりたくなりますよね。なんかね、もうみんな、何？アートハート、わー、パワースポット。だって今年当たってるよ。もう、番組代表して、わー、すごい、もうね、ディレクター自ら当たる。すごい。じゃあもう今年はみんなでね、いい年にしましょうよ。じゃあ近く行ったらね、ぜひぜひ楽しみに、やらせて、お祈りしてこようと、ということで。さあ皆さんからいろんないい情報を、ここ行ったらいいよっていう情報もぜひください。必死ですから私。さあそれではですね、ここでもう一曲。私が今頑張っている曲。皆さん応援ありがとうございます。昨年の浅草公会堂コンサートの映像で、開胸お届けします。
浮かぶ思い出茜に染まる。帰ろうかな、もんに帰ろうかな、近くて遠いふるさとに、近くて遠いふるさとに。山越え谷を越え、転ぶ七坂人生峠、夜風が見しむ。相馬清志です。笛引き桃花です。アートハートクラブ、毎月第2第4土曜日の7時から放送中です。ぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。さて、第50回目のももちゃん、いかがだったでしょうか。今ももちゃんって言えた私なんか大丈夫、セーフですね。 OK ということでね、私ですね、そうあれ言っときましょうか。岩手弁講座、たまに思い出した時にねえ、そうだ、岩手弁講座、そうですよ。じゃあ今回はなんでとか、どうしてっていう、その疑問な時ね、どうして、そう英語で why、 発音大丈夫どうしてってなった時に、どうしてってなった時、岩手弁でなんて言うかっていうと、なしてってこうなるわけですね。知ってる？あ、ほんとこれね、これ標準語？標準語ではないあれってなしてってね、でも大体なしてで終わらないんですよ。なしてだべーってこうつくんですけどね。ぜひぜひ皆さんも日頃の生活で、疑問に思うことがあったら、なしてだべーとこう言っていただければいいんじゃないかなと。はい、ネイティブということで、岩手弁、ご紹介しました。そう、それではですね、私のこの後の予定、2月の26日には、久々に私出演させていただきます、東京演歌ライブをね、2月26日には、会場は、リリオホール、亀有のね、リリオホールで開催になります。今回の東京演歌ライブ、葛飾は、徳間ジャパン、歌謡パレードと題して、で開催されます。私も出演しますので、またぜひね、見に来ていただけたら嬉しいなと思います。それからですね、この後は、チラシの方もねできておりますので、こちらになります。じゃあ私ご案内しますね。こちら3月の15日、なんとですね、スーパーピンクパンサーとして2020年のスタート、3月の、今噛みそうになっちゃった。15日日曜日、315日曜日です。鎌倉、パークホテル、今回で3回目になります。前はディナーショーってね、パークホテルの、本当にね、お料理も大変好評をいただいて、まあ、パークホテルさんすごくね、こだわりでね、いろいろ配慮していただいて、で今回はまたお昼を楽しんでいただくという形の、ランチライブという形になります。なのでそれこそ日帰りでね、関東お近くの方とかはね、日帰りでも来れますし、またお泊まりで出かけたいという方もぜひ、そういった場合には宿泊希望のね、旨をお伝えいただけたら、お部屋の方もございますし、皆さんそれぞれこの春の鎌倉楽しんでいただけたらと思います。ちょうど季節もいいですよね。3月の15日、鎌倉パークホテルで
会場時間はお昼12時半から受付が、スタートとなります。そしてランチタイムが1時から2時まで、ゆったり皆さんにランチを召し上がっていただきます。そして2時10分からはいよいよショータイムとなります。もう本当に好評いただいているスーパーピンクパンサー、バンドメンバーの皆さんの迫力ある演奏、今回はどんな曲を演奏するのかなとこう楽しみにしていただきながら、また私も歌の方のステージ務めさせていただきます。スーパーピンクパンサーでどんなステージになるのかな、時間は、ショータイムは午後2時から16時までになってますので、16時ってことは4時計算できましたね、4時には終了いたしますのでね、ぜひぜひ皆さん春の鎌倉チケットはですね今発売中ですので、ぜひぜひ皆さんお問い合わせは大沢桃子桃の会までお気軽にお問い合わせください。電話番号がおそらくこの辺にもね出てますのでね、泊まりの方もぜひぜひその旨をご希望。何高層ビル、そうパークホテル、お風呂も楽しんでもらって、やっぱり高層のお風呂だから宿泊の方はお風呂も楽しんでもらえるっていう形に、っていうか私泊まったことあるあるある、すごいいいお部屋ですからね。そうなんですよ、ぜひぜひ皆さんにね、そうなの、海のすぐそばなの、だからこうなんていうの、景色見ながら鎌倉のその景色を見ながらそのままですけども、すごい下手くそなの私、本当にね、なんかもっと気の利いたこと言えればいいんですけど、とにかく来てほしいっていう話なんですけども、チケットの問い合わせね、番号出てると思うんですけども、月曜から金曜までなのでね、お問い合わせのその窓口っていうか12時から5時までとなっておりますのでね、ぜひぜひお気軽にお問い合わせください。あとね、当日なんと今回は豪華商品を多数の方に用意しておりますって書いてある。抽選会をやるので、いろんな商品を、取り揃えて、その中に豪華な商品もありますのでね、ぜひぜひ、そうそう、春、さあ、今日それこそもうすごい、運試しじゃないけど、いろいろね、そうそう、なんか、いいことありそうって思いながら来ていただけると嬉しいなぁとね、思っております。そしてなんか、送迎バスとかもあるの。鎌倉の駅、やっぱりほら、会場までどうやって行ったらいいかなって思っている方は、鎌倉の駅、東口の郵便局前のところでね、駅前の、その郵便局の前、説明下手くそですけど、鎌倉駅、東口。鎌倉駅の東口に出てください。そうすると、そこからホテルまでの、そのシャトルバスが出ておりますので、そうするとね、11時半に鎌倉駅に着く、電車で来ていた。おー、とりあえずその送迎バスが出てるのさ。だから鎌倉駅に11時半までに着いていただくと、ホテルまでのバスが出て、ちょうどいい時間にホテルに到着する。もうね、そして帰りもちゃんとバスが出ます。4時に終わりましたら4時にホテルからちゃんとバスが出ますので、そうすると鎌倉駅まで、ピストン運行しておりますのでね、ぜひぜひその点もね、安心してお越しいただけたらなと思っております。それからですね、私の、予定はまたホームページでもね、ぜひご覧ください。大沢桃子オフィシャルホームページ、スケジュールのところをクリックしていただきますと、随時ね、追加更新されておりますので、またチケット発売券では4月の19日にね、神戸行きますよ、神戸。神戸の、こちらですね、こちらは第7回、震災復興チャリティー歌謡ショーということでね、私も出演させていただきます。あ、そうですよね、紅白連続出場の純烈さん、私今、あやかって、あやかって頑張ろうと思います。こちらの方はなんかチケット発売中ですのでね、また神戸にも4月にもお邪魔します。ということで、ご案内させていただきました。
いかがだったでしょうか。お楽しみいただけましたか。いろんなことねお話ししましたけれども、あ、メッセージ送ったのにまだ紹介してもらってないっていう方は次回ご紹介しますので、ぜひぜひ次回も私の一人喋りにお付き合いいただきたいなと思っております。それではですね、番組では皆さんからのメッセージ、また何でも結構です。いろんなことをね、聞かせていただけたら、またいろんな情報をお待ちしています。宛先は郵便番号 336-0018、さいたま市南区南本町 1-3-1 アートハートチャンネルまで、またホームページからでも簡単にね、投稿できるようになっておりますので、こちらの方もぜひぜひ、お待ちしています。ということで、お相手は私大沢桃子でした。ではまだ皆さんね、冬の時期ですので、お互いに風邪などひかないように、健康第一安全第一で過ごしてまいりましょう。お付き合いいただいてありがとうございます。次回の更新もお楽しみに。大沢桃子でした。最後までありがとうございます。せーの、 OK でしょ、 OK。